ディーバッハは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのアンスバッハ軍に属す、町村で、シリングスフィルスト行政共同体の一員。ディーバッハは、ローテンブルク・オップデア・タウバー南部のタウバー川の、渓谷に位置する。この町は、公式には10の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ディーバッハは、 期限七百年頃に創設された。デ D バッハ領主の通行税徴税及び防衛用の城は1236年にはすでに文献上に記録が残されている。1557年から1651年の間、ローテンブルクの門閥、フュールブリング家の所領となった。三十年戦争の時代にはオーバーエスターライヒからのプロテスタント難民がデ D バッハに流入した。 そのうちの一人であるシュトッケラウのマティアス・パンツァーは1651年に城を獲得したがその後所有者はたびたび変わった1803年にこの村はバイエルン領となった1817年に老朽化したディーバッハ城は解体撤去された1818 18年に自治体としてのディーバッハが創設された1978年に それまで独立した自治体であったベラースハウゼン、ディーバッハ、エストハイムが合併し、現在の形となった赤字。基部から上部に大きく銀の三角図形。その内部は、最下部に青い波帯、その上に黒いこの葉型の飾りのある冠。赤字の向かって、左側は垂直に立った銀の炉の非合子。向かって、右側は、右手に、 銀の水蓮を持った銀の人形。ありがとうございます。